ちょっと老舗の会で、はい、ご一緒させていただきまして、はい、その際にこういったお話をいただきまして、当店もともとより、田楽豆腐、そして祇園祭時には、ちご餅という白味噌を使った、はい、お菓子というかそういうものが、ございまして、ちょっと前々からは白味噌を使った氷というものを、出してみたかったんですけど、まあ、この度、このお話をいただいて、後押しというかそういった経緯で、今回最強白味噌氷の方を、作成していらっしゃいました、はい、先ほど試食をさせていただいたんですが、とても甘く感じました、はい、あれは 白味噌の味なんですか？そうですね、白味噌の持つ本来の甘さを、またエスプーマを使ってその甘みを一層より引き出させていただいて、このような味付けにはなっております。お客様の反応はいかがでしょうか？そうですね、ちょっと白味噌氷ということで、まあ、他には、ないような感じですが、まあ、実際召し上がっていただいた方には甘く美味しいというお声もいただいております。はいはい、まあ、2つの老舗さんの味が組み合わされた新しい京都の味ということになりますかね？はい、そうですね、もとより、まあ、古い老舗というものと、また、まあ、現代で、新しい表現ができるということで、大変今後もこういった活動をしていきたいと思いますので、非常に他の活動も楽しみにしております。